ウィリアム・カニンガムあるいはケニンガムは、イギリスの医師、先生術師、木版画職人。ケンブリッジ大学で学んだ後、1559年にハイデルベルク大学で医学博士号を取得した。宇宙史の鏡師長は、宇宙史、地理、解図作成、あるいは公開術に関する心よい原理を含む、宇宙史の鏡座コスモグラフィカルグラスコンテニング。 ザ・プレザント・プリンシップ r i ズ・ c ブ・コスモグラフィーゲオグラフィー、a p h y g e o g r a オアナウイガチオンで、これは1986年に、ファクシミリ復刻版が刊行されている。他に、ヒポクラテスに関する注釈書も出した。また、先制術に基づき1年間の予測を述べた歴史を、1550年代から1560年代にかけて、相次いで刊行した。 そのうち少なくとも1558年向け、1564年向け、1566年向けの3冊が現存している。彼の歴書は、ノストラダムスの歴書などと共に、ウィリアムフルクによる批判の対象となった。ありがとうございます。